こんなにお金出しながら私たち本当に教えられてない場合多いですよ。でよかったらええ、儲かったらええ、そうちゃう、お客様のため。バラは国際化国際化の中で変なものも入ってきたな、そうなんですよ。それを見極めて、俺は日本人としてこんな素晴らしいこの通り、本当に日本で商売するんですから皆さん。アメリカやったらその違うやり方でやってください。日本でやるんですから。デフレの時代こうして生きていくんですよ。5ページの一番右端、商人もこれさえ知っていれば自分の道がはっきり分かります。買ってもらう人に自分が養われていると考え、相手を大切にして正直にすれば大抵の場合に買い手の満足が得られます。買い手が満足するように身を入れて努力すれば暮らしの心配もなくなります。そういうことで努力すれば絶対に食い外れることないです。その通りです。これから偉い時代始まります。でこれが根本や。もっぺん日本で生きるんですから、そうでないやつは弾き飛ばされる。まあついでに今ここ読んでますから上のとこですか、どこ見ましょうかね。あ、すいません、3ページ見ましょう。すいません、3ページ。この稲森さん、これ京セラの社長である、会長であること皆さん知ってらっしゃいますが、その稲森さんのことが書いてある。稲森さんですね、3ページのとこですが、これ京セラの会長って書いてあるけど、大事なことは彼が京都の商工会所の会頭であるということが大事です。京都の商工会所会頭ってことは、今言ったように、そのうちに景気がなれます。もっと再び経済成長します。というのが会頭の言うたらしいことや。じゃあ彼はそのこと言ってないです。成長には限界、樽を知るべしってこう言ってるんです。成長には限界があります。一番見てください。例えば、10兆円、20兆円追い込んだところで、GDP、国内総生産が500兆円になろうとそれを巨大化した。日本経済にどれほどのことがありましょうか。本当は言ってますよ。あのね、政府はこの500兆円になってる、巨大化してる日本経済って隠しますね。で、この前でも14兆2200億円、こんな史上最高の公共投資、何の効果もないでしょ。今のデフレに、もうここ言ったら沼の中に石を織り込んでるようなもんです。本当そうや。だけど14兆2200円、史上最高や。何の効果もないやんかって言ったら言いますよ、彼らは。そのうちに効果が出てきますや。何でもそのうちにや。効果出てない。さっき消したけど、1990年の2月21日に株価大暴落が起きてから、もう日本は60兆円以上の公共投資の特別枠を取り込んでるんですよ。あなたの簡易保険もみんな掘り込んでる。もう出戻れません。なんでやと。稲森さんはっきり言うと。500兆円ですよ、日本の経済規模。これがデフレの中に入ってんのに、こんなもんやったところで何の効果もないですよって言って、本当のことや。商工会議所会頭こんなこと言うとあかんねや。どう、僕の知らない人も。上から3段目。個人や企業に寿命があるのと同様、一国の経済成長には限界があると考えるべきです。松下幸之助も言った。企業の寿命は60年や。その時に経営者はどう支えるか、そうなんですよ。企業の寿命は60年や。生き物ですから。なぜや、人間が経営してるから。一国の経済も寿命があると考えるべきや。本当です、これは。60年前大恐慌やったんですから。それから再びスタートして今60年なんです。限界がある。その次、膨大なエネルギーを費やし、次、環境破壊などの問題を超えて、経済をさらに成長させなければならないんだろうか。おい、なんやんか。川わしに、海わしに、大地わし。わしが吸ってる空気汚い。めちゃくちゃです。言って悪いけど、大阪の中央区のここで、僕の事務所あるんです。僕の部屋もありますか。ビル8階です。9回。で、そこで仕事させてもらって、数日間それ仕事してますが、いろんなことやって。で、僕は、丹波行くんですよ。今まだ、丹波笹山ではできてませんが、丹波の僕の事務所が。ほら、もう緑いっぱいですよ。今、紅葉でばっかりですよ。そこにも僕の事務所が。だから疲れたらそこ行くんです。なんぼでも仕事運べますね。空気がいい。虫、鳥はいっぱいさえずって。秋の時なんか、あらゆる虫がさえずって。もう見るものは紅葉でいっぱいじゃないですか。都会におることは何も幸せなこと。
疲れさせるだけです。そうでしょ。環境破壊までして経済成長が必要だろうか。必要ないですよ。ある人がこの前東北へ僕が取材に行った時、安藤翔益について皆さんお話をしました。安藤翔益について取材しに行った時に、東北のある人が、その公民館の課長が僕に言いました。宇野先生、山に入ったら山の人間になっています。どうするんですか。10分間山の音を聞いてください。そしたら川の流れがあなたの耳に入る。鳥のさえずりもあなたの耳に入る。目は今だったら紅葉でいっぱい美しい色があなたの耳に入る。そこで10分間山の人になっています。そして山に入ってください。非常に印象的。つまり人間を取り戻してください。それによって全てが見えてくるんです。時代を見る、従業員たちを見る、経営を見る。そういう時にわーっと忙しい中におって、大地から離れた9階のビルに乗ったらダメなんです。心が全然違う方向にでしょ。大地にドカーッと寝るんですね。ほんなら大地はエネルギー出してます。だから人間の体は正常に戻るんです。ビルが9階のビルといって大地のエネルギーなんか全然離れてじゃないですか。ある人はビルの5階以上に人間がずっとおると危険だったんです。すいません、団地にいらっしゃる方、マンション5階以上危ないです。昔は長屋があって、おばちゃんがわーって言ったんですね。路地があって、で大地があるわけですから、太陽も朝8時ぐらいまでの太陽もせるようになります。ご存知でしょうね。紫外線も少ないです。だから朝早く起きると散歩のところです。そういうこといっぱいあるわけです。人間の体を健康するため、そして体を整えて心を整えて仕事に費やすんです。そういう人はもう環境破壊までして、なんで経済成長せなあかんねや。本当そうやと思いますよ。ここはその稲森さんが4段目でこう言ってらっしゃる。一貫して右上がりという戦後50年はすでに過去のもの、もはや成長しないという前提で物事を考えるべきです。本当でしょ。正論ですね。だけどね、日本にあまたの商工会議所会長いらっしゃるけど、こういう本当のことを言う人はこの人だけですね。みんな成長や代議士も 100% こう言います。いや、これ言わない。代議士がこのこと言うと成長には限界があります。誰も知る人、次の選挙でビギア。だから私たちは建前と本音を負けて本物をつかまなかったわけですね。樽を知るべし、樽を知る。あの、皆さんが龍安寺行かれますと、京都の龍安寺行って石庭がある。石庭、これでしょ。あの白い砂を海に例えるか、あるいは雲に例えるか。海に例えれば、あの置いてある石は島です。雲に例えれば、雲の上に、つまり雲海の上に浮いた山になる。なんでこんなもんやねん。だけどね、今度行かれた。そのうちの石一つでも取ったら、バランス崩れる。極限的ですよ。ピッていうか、ピッていうか、バランスは。極限です。僕、天龍寺の庭が好きで、よく天龍寺行きますが、大概もう、修学旅行生が、でーっと取っていくんですね。無双漱石の庭は分からないから、そりゃそうでしょ。で、この前行ったらもうほんまに人がいなかったんです。もう閉店ってどこだけど、もう15分前。誰もいない。ほんで見てた。あれはもう、国宝中の国宝ですね。無双漱石の天龍寺の庭。僕もそれ好きなんです。あれでも皆さん、池に浮いてる石一つとってもバランス崩れますね。なんでこんな広い庭でこんだけ完璧なんだろう。もうほんまに感動するんです。日本人ってそういう完璧さ。ヨーロッパのお庭行ったら、お城の庭行ったら、左右対称でしょ。そうですよ。左右対称なんです。日本は左右対称じゃないですよ。だから日本人の知恵って大したもんですわ。天龍寺もそうなんです。天龍寺どうでもいいんですが、その裏に回りますと、手を洗うですね。あのところですね。そのところにこうやって割れ。ただ、これが共通点。たる、足、たる、知る。初めてこれ見たら、こう、何よ。
バレただタルオシ。いいですね。これもまた日本人。バレただタルオシ。だから人々がつくばえで手を洗うために、バレただ